どうも皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。先日生放送でコメントでね、こんなんやってほしいって言ったの、靴のブランドの名前ですよね。じゃあ私にですね、そのジョンノムのシムシティをですね、シムシティではない、シティ2をちょっと教えてください。どういうことですか。一番代表的なやつはどんな、なんちゅうやつが、さっきおっしゃられたのシティ2、うん、それがもういきなり最初に代表作が2なの。デザインがあれやつね、最も代表的な、うん、あ、一番最初じゃなくて、はい、その中で人気で評判があるのがシティ2、そうです、ストレートチップですね。あれやね、革靴の言ったら、あの一番基本的な形ですね、うんうん、オールマイティってやつやね、はい、うん、これビジネスもフォーマルも使えるから、それがシティ2、はい、次が代表的なのがそのウィリアム2という、おうおう、まあその、まあ、創業者って言うとあれやけどね、はい、名前を冠したそのダブル文句なんですよ、まあ、写真ダブルで、うん、だからそのダブル文句の、まあ、元祖とも言うべき、そう、はい、形、最初にダブル文句の発祥を言ったらもうウィリアム2が大事、だから何でしたっけ、クイーンザー号、あのかの有名なウィンザー号がこういうのを作りたいと言ってできたのがその形なんですよね。なるほど、かっこいいですね、うん、元祖ダブル文句、なんかどっちかって言ったらほんまにデザイン性の強いあれですよね、うん、かっこいいですねこれ。それも代表的、代表的な、ダブル文句っていうのはビジネスでも OK なんですかっていう組長の質問があったんですけども、ビジネスではありですか。はい、ありですね、はい、基本ね、ちょっとでもカジュアルっぽくなりますよね、はい、まあ、だからそのフォーマルの場とかではちょっとまあ微妙な部分っていうのはあり、まあ、その人それぞれの取り方、なるほど、観光総裁ですよ ね、 そうですね。あとね、もう一つあれなのがローファー、はいはいはい、みんなが大好きローファー、はい、ロペスね、うん、ね、代表的、人気のコインローファーですよ、これは。はい、コインローファーのこのサドル部分の、窓の部分が、はい、この割とこう、はい、形状が楕円形なんです、ね、はいはいはい、これが割とほんまにコインを入れるあれやったのか、なんかでもそういうのってあれですよね、まあ別に靴に限らずそのファッションの部分って、あの怒りってほんまに、ね、ほんまなん、例えばそのカンマーバンドにお金挟むためにほんまに挟んでたんみたいな、なんかそういうこと多くない、ね、でチェンジポケットも、ね、ほんまにこのとこ入れるみたいな、ね、うん、ね、確かになんかそういう由来をないです、おいおいおい、ね、まあ、それが面白いんでしょう、うん、ピースポケットを買ってほんまにピストル入れてたんですよ。そうですね。これさっきお値段出てないんですよ。いいですか、値段。お値段はまあその海外のものになるので、ああ、そうか、その時によって大体シティ2で大体18万ぐらい、シティ2で、シティ2で、まあ大体そのぐらいですよ、全体的に、はい、このものはローファーも20万、ローファーもちょっと高いの、高かったかな、それは意外や。なぜそこまで高いのかっていうところがあるじゃないですか、うん、疑問としてね、うんうん、ロイもちろんその伝統はあるロイヤルワランド で、あと多分ね、革が最高級のものだからほんまにいいとこ傷がないというか、うん、層になってるんですよ、うん、革って、はいはい、どこが一番丈夫かっていうとやっぱ外にさらされてるこの一番上の表面の革が一番丈夫なんですけど、そこの中でも綺麗な部分を取ってるから、うん、まあ丈夫やし、うん、希少価値があるんやね、そう、動物の時にやっぱりぶつかったりとかでね、そうです、傷がつきやすいとか、ね、傷がつくんですけど、まあ、そういうところも極力避けて綺麗な部分しか使ってないから、うん、はい、めちゃくちゃその一足が高くなるらしいんですよ、うん、で原材料費やね、そうです、うん、こだわり抜いた靴なので、うん、なるほど、それなりのお値段がすると、うん、もちろん作りもねしっかりと、技術が、ね、詰まってるというか、はい、なるほど、うん、履いてみたいですね、うん、まあ、まあ、ほんまに既製の靴の最高峰的な位置だって、ね、飛び抜けてもんな、ジョンノムだけ、なんででしょうね、なんかな、はい、そのイギリスの靴ブランドっていろいろあるけど、はい、なんかジョンノムだけちょっと一つ抜けてるやん、そうそう、あ、そう、杉本が持ってるあの、だってグリーンハイだったよ、はい、あのハイじゃないですか、エドワードグリーン、エドワードグリーンなんかはよりも、どっちかというと上のブランド、なんか格が違う感じがします、え、マジで、はい、やっぱエルメスって大きいんでしょ、そうでしょうね、やっぱそのエルメス参加というのもあって、え、なんでここ行こうとしてるの、杉本、だから僕なんかそんなに履けるもんでもないから、エグゼクティブな人たちだから電車通勤の人が履くような、うん、あだからなんか
あ、そういう人じゃないかと。元々は言ったら、お父ちゃんが始めた時は寄生物で、だって貴族相手にやってたものだったりしたから、だからもっと手軽に他のステータスのある方とかにも履いてもらいたいという思いで、はい、2代目の、ね、ウィリアムさんは、ね、規制の靴もやりたかった、ね、うん、なるほど。でも確かかっこいいね。注文してる人の名前がなんかえげつないっぽいですよね。どういうこと？見てたらね、ウィンザー校であったりとか、はい、でもそういうかの有名な人が買うたやつをたかだか 2,30 万で買えるってことだろ。まあそういう、ね、そうですね、規制に、うん、おうおうおう、ね、まあ多分その人らは王だからもっと金お金出してあると思うよな。でそれを我々がそれを使ってた人ですよっていうことで、はい、買えるってことは安いよね、うん、そう考えると安いですね。ずっと使えるわけです。そうやね。だから例えば車バイクのラマウラ買うのって20万30万するやん、うん、それで持って4年5年ぐらい、はいはいはい、車検まで、ね、でこういうなんかもう10年以上履くから、ね、しっかりね、そうそうそう、固定してやったらね、足が出たりね、うん、そんなブランドの背景があるからこう、うん、ステータス感が半端じゃないですか、うんうん、ね、子供とかにバッと靴でね、バッと踏まれたらちょんろべぞお前っつってねちょんろべだぞみたいな、そういう感じであんまりあかんほうがいい、あかんほうがいいってことね。多分それこそ踏まれてもハッ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 無理して測るんですよね。余裕ない。だからそれあれでしょ。やっぱりそのなんかそのイギリスの靴ってこうほんまにこう職人が、はい、あの育ててきたというちょっと土臭いというか。土臭いですね。そういうイメージからちょっと逸脱した存在やから、はい、エルメスの傘下に入ってデザイン性だったりあれだったりその。はい、こんなん言ったら怒られるかもしれませんけど、分かれるんじゃないですか。ジョン・ノブを好きな人と、はい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 、逆に言ったらその本当にイギリス靴好きな人から言ったら、はい、例えばエドワード・グリーンとかそういう背景がある、うん、ね、が好きとかっていうのは、うん、確かにね、うん、まあ、価格だけの話ではなくてね、はい、その背景であったりとか、うんうんうん、納得するからその金額を出すということなので、うん、別に高かったらええっていうね、うん、わけでもないやつ、ね、本当のところはね、うん、こういうものっていうのは、うんうん、ただあれやろ、やっぱり価値はあるってことや。そうです、そうです、そこに価値を見出せるっていうこと。革の使い方とか、ね、そうそうそう、やっぱり ね、いいとこ使ったりとか。だからほんま言うたら、あの来てもらって、うん、ジョン・ロブのシティ2を買ったっていう方が動画で見せびらかしてくれたやんな。そうなんですよね。そうそうそう、俺らはそんなん買われんわって言いながらこう、はい、動画を撮るけど、そうですね、ちょっとね、一番実際使ってみてどんな感じですかっていうのを ね、リアルにお伺いしたいし、いますよね。今度はですね、我々からのちょっとやっぱ提案として、この動画を見てもらってる方、持ってる靴とか、時計とか、まあスーツでもいいですよ。自慢しに来てください。自慢しに来てください。ああ、ほんまに。ですよね。はいはいはい。そうそう、めっちゃ面白そうですよ。はい。顔も出へんようにもしますし、うん、もし顔出してもええでっていう方は、もう顔も出しますし。そうですね。ちゃんとリーマンの編集者がいます、うん、僕らもあのこういうめったなことせえへん時勉強したりする時は大雨が降ってきてですね、すごいな、雷が鳴ってるという状況になっておりましてですねこのジョン・ロブシティ2の勉強をしてきましたということで動画上げさせてもらいます。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。すごい雨、ね。